アフロディーテ、デスマスク、12級の戦いで死んでしまったはずのお前たちがなぜ。セイントセイヤネオハーデス12級編第1話、新たなる聖戦の始まり。君はコスモを感じたことがあるか。ハーデスの軍門に下り蘇ったゴールドたち、愛と正義を守るセイントの慟哭がサンクチュアリに響き渡る。セイントセイヤネオハーデス12級編第2巻好評発売中。君はコスモを感じたことがあるか。パンドラが奏でるハープの調べは破滅へのレクイエムなのか。愛と正義を守るセイントの慟哭がサンクチュアリに響き渡る。セイントセイヤネオハーデス12級編第2巻好評発売中。君はコスモを感じたことがあるか。氷河に迫る3つの影、最強のゴールド同士のぶつかり合いに全サンクチュアリが震撼する。セイントセイヤネオハーデス12級編第3巻好評発売中。君はコスモを感じたことがあるか。釈迦の仕掛ける幻影の罠、最強のゴールド同士のぶつかり合いに全サンクチュアリが震撼する。セイントセイヤネオハーデス12級編第3巻好評発売中。君はコスモを感じたことがあるか。邪悪に染まったシオンの猛攻にアテナの封印を解き放ち、今光り輝く戦士が復活する。セイントセイヤネオハーデス12級編第4巻好評発売中。君はコスモを感じたことがあるか。巨階級へと急ぐセイヤとムー、二人の前に美しくも怪しい光を放つ敵が待ち受ける。セイントセイヤネオハーデス12級編第4巻好評発売中。君はコスモを感じたことがあるか。黄金の獅子が方向し、神の怒りが大地を打つとき、邪悪なるスペクターは消滅するのみ。セイントセイヤネオハーデス12級編第5巻好評発売中。君はコスモを感じたことがあるか。アテナを殺す、壮絶なるゴールド同士の激突はついに禁断の奥義を発動させる。セイントセイヤネオハーデス12級編第5巻好評発売中。君はコスモを感じたことがあるか。ゴールドセイントの激突がサンクチュアリを崩壊に導くとき、アテナの愛は世界を守り抜けるのか。セイントセイヤネオハーデス12級編第6巻好評発売中。君はコスモを感じたことがあるか。アテナエクスクラメーションの輝きが運命を、希望を切り裂く。セイントセイヤネオハーデス12級編第6巻好評発売中。君はコスモを感じたことがあるか。アテナが死んだ、衝撃に打ちひしがれる俺たちにシオンは驚愕の真実をつける。セイントセイヤネオハーデス12級編最終巻好評発売中。君はコスモを感じたことがあるか。闇を切り裂く朝日はアテナの勝利を約束する。今こそ目覚めよエイトセンシズ。セイントセイヤネオハーデス12級編最終巻好評発売中。君はコスモを感じたことがあるか。